ミカちゃんを一番最初に抱いたのは私なんですよ。え、本当ですか？ミフネさん。こちらのですね、Gライオンミュージアムですけれども、皆さんもういろいろと中は見て回られました？どうですか、天狗人？素晴らしかったです。1900年代初めのね、グレイツ・ガッツビーの世界を彷彿させるような素晴らしいエキシビションでした。三船さん、いかがでした？もう夢の世界ですよね。本当にこの時代のヴィンテージカーのこのフォルム、この丸みを帯びた本当にセクシーな魅力はもううっとりしちゃいますね。そしてジローラモさん、ずっと見に行ってる興奮ばっかりだったんですけど、車だけじゃなくて、やっぱりその私がもともと建築家で、この建物の修復、すごい車に合わせてすごいですねと思ったんです。中にのレーターのなんて、クーラーのところも、あれもヴィンテージに合わせて作ってあるから、すごいですね、細かいところですね。見るとこが違いますね。横浜にもね、こういうレンガ館があるんですけれども、今来て、あ、同じような時代に作られたんだなっていう歴史を感じますよね。そういうところにこういうエキシビションをするっていうのは素晴らしいアイディアだなと思いました。はい、こちらのですね、Gライオンミュージアム、90年の歴史を持つ赤レンガ倉庫を改装して、クラシックカーを中心とした複合施設なんですけれども、世界から集めたクラシックカーを展示のほか、憧れの名車を購入できる革新的なサービス、さらにハワイの老舗ステーキ店 HYs の姉妹店として日本初出店となる G ライオンステーキハウスなど、もう今注目されている最新スポットなんですよね。では早速、どうぞ。多分世界中のこういうマニアのコレクターの方たちがここに来るんじゃないでしょうかね。そうですね、私の友人でね、プリンス・ダーレンバーグという方がありましてね、アルゼンチンでやっぱりこういう昔の時代物の車を収集して直されて、いらした方があるんですけど、もう生きてらっしゃらないかもしれませんけれども、彼も素晴らしい展示会をやってました、そうなんですね。そういったですね、皆さんの車にまつわるエピソードなどを置いてちょっとね、ご紹介していきたいと思いますが、まずですね、車に関して最初にね、お話を伺いたいのは、美香さん、はい、お父様の三船敏郎さんが、車が大好きでクラシックカーを所有していたというふうにお伺いしてるんですが、お父様となんか車の思い出とかございますか？そうですね、本当に今思ってみれば、まさにクラシックカーの詰まったガレージでしたね。それで私が物心ついてからは、近くのファーストフード店に行きたいって言ったら、MG で、オープンカーの MG で、最寄りのところまで連れて行ってくれたり、でも当時ちっちゃかったから、エンジン音が今の現代のエンジン音とは全く違って、ものすごいこう心臓の鼓動のような音がするのがちょっとこう飛び抜けてるから恥ずかしかったんですね。でも今は本当にいい思い出だったり、あとエルヴィス・プレスリーと同じ方のロールスロイスで学校を送り迎えしてもらってたのが、学校の門より広かったからね、ロールスの観音開きの方が、もうパパやめてとか思ってたのが、もう本当に今はなんていい思い出を作ってくれたんだろうって、父親に大感謝ですね。すごいですね、はい。いや、なんだかちょっとね、この後皆さん大丈夫ですかとか言うと、ね、でそしてデヴィ夫人はね、もう先ほどもね、もうお話が上がりましたが、セレブのね、お友達が世界中にね、いらっしゃると思います。やはりご自身でもお車はどうなんですか？私はね、自分で運転しないので、今はベンツとかいろんな車に乗ってます。パリ時代ですね、1970年代はロールスロイスのシルバーシャドウが出たばっかりの時、乗ってました。で、自慢はですね、車のナンバーがアンジュ2なんですね。 ANJ
2なんですよ。で1はあのジスカーデスタン大統領、あの要するにエリーゼ級の大統領府がナンバーワンで私がナンバーツーだったんですね。それだけが自慢でした、はい、すごい、またスケールの違う話になってきました。さあちょいわる親父で有名のでもすごいところからちょっと地面に戻ったんですけど、でも車はやっぱり魅力がありますね、ヴィンテージの車だと、というのはギアで車を生かせる気持ちで、特にスポーツカーだったら、ボンも生かせるとすごい大好きで、だから結構スポーツ車いっぱい、そのヴィンテージカー、特に1960年生まれだから、そういうようなの車が結構まあ3台ぐらい持って、その昔のアルファロメオと、そう最近もちょっとロールスロイスすごい昔から好きで、でもロールスロイスはやっぱり自分で運転するとかっこ悪いじゃないですか。そうね、オープンだったらいい。うちのパパ自分で運転してたから、そうだから私自分で運転するロールスロイスずっと探していたんですけど、その小西のサンでオープンカーで見つけて2台で、あれやっぱり魅力ですね、あの車運転する時にみんな見るんですね、あれは。だから作り方全然違うだからね、あれはだからみんなから言われる、なイタリアの車捨てたかと言われちゃうんで、まあ、やっぱりそういういろんな車乗ると何かそういうセレブな人たちが全然違うなと思っちゃうんですね。すごい、でもお似合いになりますよ ね、もうものすごい本当になんか皆さん三者三様でそれぞれね、なんか車とその幼少時代であったりいろんなことがね今なんか頭に浮かんできましたが、幼少時代って言いましたね、お話全然違うんですけど、はいはい、美香ちゃんを一番最初に抱いたのは私なんですよ。本当ですか。あの三船さんとあのお母様の美香さん、北川美香さんが、あの彼女を生まれた時ね、あの私がお家にお邪魔して、彼女がまだ血のみ子の時、一番最初に私が抱いてるの。そう、そうなんですよ。そんな声になったんですね。だからもう本当に我が娘のように、ね、可愛い子もございます。うちの母よりも先に抱っこしてもらったのよ、そうママから聞いて。本当本当、ママって呼ばせてもらっていいですか。ね、どうぞ。